ビキの再婚、秘話公開。羽生結弦も祝福？安藤ビキが語る。世界選手権超えの緊張。再婚の舞台裏と羽生結弦との絆。安藤美姫さんが結婚を発表し、大きな話題となっていますね。世界選手権よりも緊張したと語る再婚式の舞台裏や、羽生結弦選手との深い絆について語ってくれました。今回は、安藤美姫さんの再婚発表と羽生結弦選手との関係性について深掘りしていきます。結婚相手は一般男性とのことですが、美姫さんは過去に結婚経験があり、今回の再婚は大きな決断だったはずです。インタビューでは再婚を決めた理由や結婚式で感じた緊張感について赤裸々に語ってくれました。世界選手権よりも緊張したという言葉には、美姫さんの強い意志と新しい人生への期待を感じます。また羽生結弦選手との関係性も注目されています。美姫さんは羽生選手を天才と呼び、その才能を高く評価しています。羽生選手も美姫さんのことを尊敬しており、互いに切磋琢磨してきた関係と言えるでしょう。今回の再婚発表後、羽生選手からもお祝いのメッセージが届いたそうです。二人の絆の深さがうかがえますね。美姫さんの再婚は多くの人々に感動と勇気を与えました。これからも彼女の活躍を応援していきましょう。ネットの感想。美姫さんの再婚、本当に嬉しいです。これからも幸せに過ごしてほしいです。羽生選手からのメッセージ、感動しました。二人の絆が素敵です。美姫さんの言葉には力強さを感じます。これからも頑張ってください。再婚式見てみたかったな。きっと素敵な式だったんだろうな。美姫さんの幸せそうな姿を見れてよかった。これからも応援しています。まとめ。安藤美姫さんの再婚は多くのファンにとって嬉しいニュースでした。再婚発表の舞台裏や羽生結弦選手との関係性など、興味深い内容が満載でした。羽生結弦再婚の真相、愛の奇跡、驚愕の事実。羽生結弦再婚の真相、愛の奇跡、驚愕の事実。高橋大輔が語る結婚への道のり。高橋大輔が語った羽生結弦の再婚までの道のり。世界選手権よりも難しい、愛の奇跡に隠された驚愕の事実とは。2024年新たなショーを始める羽生結弦の素顔に迫ります。世界選手権よりも難しい。高橋大輔は羽生結弦の結婚についてこう語っています。彼の結婚は世界選手権よりも難しい道のりだったと思います。彼は常に完璧を求める人であり、結婚に対しても同じように完璧を求めていたのでしょう。だからこそ結婚を決断するまでに長い年月がかかったのではないでしょうか。愛の奇跡。羽生結弦の結婚相手は一般女性と言われています。二人は幼少期からの友人関係で、長い年月を経て愛を育んできたそうです。羽生結弦はインタビューで、彼女との出会いは僕の人生にとって奇跡でした。彼女は僕をありのままに受け入れてくれる多大地の存在です、と語っています。驚愕の事実。しかし羽生結弦の結婚には世間の予想をはるかに超えた驚愕の事実が隠されているという噂があります。それは羽生結弦が結婚を決意した本当の理由です。それは彼が結婚によって得られるもの、つまり社会的な地位や経済的な安定ではなく、純粋な愛でした。彼は結婚によって愛する人と共に人生を歩みたいという強い意志を持っていたのです。再婚の真相。羽生結弦は過去に一度結婚しています。しかし結婚生活は長くは続かず、離婚しています。その理由については公にはされていません。しかし一部では結婚生活が彼の競技人生に悪影響を与えていたのではないかという噂があります。2024年新たな明。2024年羽生結弦は新たなショーをスタートさせます。結婚という新たな人生のステージを迎えた彼は
どのような未来を歩むのでしょうか。彼の今後の活躍に期待しましょう。ネットの感想。羽生選手の結婚は本当に衝撃だった。でも彼が幸せそうでよかった。再婚ってことは過去に結婚してたってこと？知らなかった。高橋大輔さんの言葉に感動した。羽生選手は本当に特別な人なんだ。2024年どんな姿を見せてくれるのか楽しみ。天才の苦悩、八冠への道、藤井聡太、天才棋士の苦悩と成長の軌跡。2024年藤井聡太は八冠を達成し、日本の将棋界に新たな時代を切り開きました。若き天才棋士の輝かしい実績の裏には、想像を絶する努力と天才ゆえの苦悩があったはずです。この動画では藤井聡太の八冠達成までの道のりを振り返り、天才棋士の苦悩と成長の軌跡を探ります。天才の苦悩。藤井聡太は幼い頃からその才能を開花させ、周囲を驚嘆させてきました。しかし天才ゆえに周囲からの期待は大きく、そのプレッシャーは並大抵のものではありませんでした。常に注目され、常に勝ち続けなければいけないという重圧は、若き藤井聡太の心を圧迫していたことでしょう。八冠への道。藤井聡太は天才的な才能と並外れた努力によって次々とタイトルを獲得していきました。しかし八冠という偉業を達成するためには、さらなる高みを目指し、己の限界に挑戦し続ける必要がありました。この動画では藤井聡太の八冠達成までの道のりを様々な角度から紐解き、天才棋士の苦悩と成長の軌跡を明らかにします。彼の言葉や行動を通して藤井聡太という人物の深層心理に迫ります。ネットの感想。藤井聡太の苦悩がわかる動画だった。天才でもこんなに苦労しているんだと改めて実感した。八冠達成の裏側が知れて感動した。努力の大切さを教えてもらった。藤井聡太の言葉が印象的だった。天才でも人間らしい悩みを抱えているんだなと思った。この動画を見れば、藤井聡太という天才棋士の苦悩と成長、そして八冠達成までの道のりを深く理解することができます。天才の苦悩、八冠への道程。藤井聡太、八冠を手にした若き棋士の内なる戦い2024。2024年藤井聡太はついに八冠を達成し、将棋界の歴史に名を刻みました。若き天才棋士の快進撃の裏にはどんな苦悩があったのでしょうか。幼い頃から天才と称され、周囲の期待に応え続ける藤井聡太。その輝かしい実績の裏には、想像を絶するプレッシャーと孤独が待ち受けていました。藤井聡太はもはや人間ではない、そんな声も聞こえてくる中、彼は常に冷静沈着で、周囲を驚かせるほどの強さを見せつけてきました。しかしその強さの源泉は一体どこにあるのでしょうか。本動画では藤井聡太の八冠達成までの道のりを振り返りながら、天才棋士が抱える苦悩とその克服のために彼が歩んだ道のりを探ります。天才の苦悩。藤井聡太は幼い頃からその才能を開花させ、周囲を驚かせるほどの気力を見せつけてきました。しかし天才と呼ばれること、周囲の期待に応え続けることは彼にとって大きなプレッシャーとなっていました。天才と呼ばれることは同時に特別な存在として扱われることを意味します。周囲の期待に応えなければならないという重圧は彼の心を常に束縛していました。孤独との戦い。天才棋士はその卓越した才能ゆえに周囲との距離を感じることがあります。藤井聡太もまたその苦悩を抱えていました。常に頂点を目指す彼の姿は、周囲の人々に畏敬の念を抱かせ、同時に距離を生み出してしまいました。彼は孤独と戦いながら己の道を突き進んでいきました。八冠への道程。藤井聡太は数々の困難を乗り越え、ついに八冠を達成しました。その道のりは決して平坦ではありませんでした。彼は数々の強豪棋士との激戦を制し、
常に進化し続ける機械の頂点に立ち続けました。八冠達成は彼の努力と才能、そして強い意志の証です。天才の苦悩と勝利。藤井聡太は天才と呼ばれる苦悩と孤独に戦いながらも、その才能と努力で将棋界の歴史に名を刻みました。彼の八冠達成は私たちに多くのことを教えてくれます。それは天才と呼ばれる苦悩を乗り越え、努力を続け、夢を実現できるということを示しています。羽生結弦の秘密、マネージャーの真実、羽生結弦を支える影の立役者荒川静香が語るマネージャーの仕事とは。フィギュアスケート界のレジェンド羽生結弦、彼の輝かしい活躍の裏には常に献身的にサポートするマネージャーの存在があります。2024年、羽生結弦は新たな挑戦に向けてマネージャーと共に歩みを進めています。今回は羽生結弦のマネージャーに焦点を当て、その役割や重要性について解説していきます。特に元フィギュアスケート選手の荒川静香さんが語るマネージャーの仕事内容や、羽生結弦とマネージャーの関係性、マネージャーが抱える苦労など貴重な証言を交えながら、これまであまり知られていなかったマネージャーの仕事の裏側を紹介します。羽生結弦のマネージャーは単なるスケジュール管理や広報活動を行う存在ではありません。アスリートの成長を支え、競技生活をサポートする重要な役割を担っています。マネージャーの役割とは。羽生結弦のマネージャーは彼の競技生活を円滑に進めるために様々な業務を担っています。スケジュール管理、練習や試合、イベントなどのスケジュール調整、広報活動、メディア対応、スポンサー交渉、契約交渉、競技に関する契約やスポンサー契約などの交渉、旅行の手配、試合やイベントへの移動、宿泊の手配、資金管理、競技費用や生活費の管理、メンタルケア、アスリートの心のケア、サポート。これらの業務は一見簡単そうに見えますが、実際には非常に複雑で高い専門知識と経験が必要です。特にアスリートの精神的な部分を理解し、適切なサポートをすることはマネージャーにとって最も重要な役割の一つです。荒川静香が語るマネージャーの仕事。元フィギュアスケート選手の荒川静香さんは自身の経験を踏まえ、羽生結弦のマネージャーの仕事について以下のように語っています。マネージャーはアスリートにとってまるで家族のような存在です。常に寄り添い支え、時には厳しい言葉をかけながらアスリートの成長をサポートする役割を担っています。荒川静香さんは、マネージャーはアスリートの夢を叶えるために陰ながら献身的にサポートする重要な存在であると強調しています。羽生結弦とマネージャーの関係性。羽生結弦とマネージャーの関係は非常に良好であるとされています。羽生結弦はマネージャーを信頼し、多くのことを相談しているそうです。マネージャーも羽生結弦の才能を高く評価し、彼の成長を心から願っています。マネージャーが抱える苦労。マネージャーはアスリートをサポートする一方で様々な苦労も抱えています。責任の重さ、アスリートの競技生活を左右する責任の重さは計り知れません。時間的な制約、常にアスリートのスケジュールに合わせ多忙な日々を送る必要があります。精神的な負担、アスリートの成績や怪我など常に精神的な負担を抱えています。しかしマネージャーはこれらの苦労を乗り越え、アスリートの夢を叶えるために日々努力を続けています。羽生結弦の今後の挑戦。羽生結弦は2024年新たな挑戦に向けてマネージャーと共に歩みを進めています。プロスケーターとしての活動、プロスケーターとして世界中を舞台に活躍する予定です。アイスショーの企画・制作、独自のアイスショーを企画・制作し観客を魅了する予定です。後進の育成、フィギュアスケートの普及と後進の育成にも積極的に取り組む予定です。羽生結弦はマネージャーと共に新たな夢に向かって挑戦を続けていくことでしょう。まとめ。
羽生結弦のマネージャーは彼の競技生活を支える重要な存在です。マネージャーはスケジュール管理、広報活動、契約交渉、旅行の手配、資金管理、メンタルケアなど様々な業務を担っています。宮原智子、結婚の決意。羽生結弦、再婚の真実。宮原さと子と羽生結弦、感動の再婚。世界選手権超えの緊張感と長い道のり、そして愛の物語。フィギュアスケート界のレジェンド宮原智子さんと羽生結弦さんの再婚が話題となっています。世界選手権よりも緊張したという再婚式の裏側や、羽生結弦さんが再婚を決意するまでの長い道のりについて詳しく解説していきます。二人の馴れ初め。宮原智子さんと羽生結弦さんの出会いは2014年のソチオリンピックに遡ります。当時世界トップレベルのスケーターだった二人、互いに尊敬し合い切磋琢磨する関係を築いてきました。結婚の決意。2023年の世界選手権後、宮原智子さんは現役引退を表明。そして羽生結弦さんもプロ転向を発表しました。二人は共に新たなショーを始める決意を固め、結婚を決意したのです。再婚式の裏側。2024年、二人の再婚式が執り行われました。世界選手権よりも緊張したという宮原智子さん、しかし羽生結弦さんの温かい眼差しと二人の深い愛情が会場を包み込み、感動的な式となりました。長い道のり。羽生結弦さんは過去に大きな怪我を経験し、競技生活を続けることにも苦悩していました。そんな時、宮原智子さんの支えがあったからこそ、彼は再び光に立つことができ、そして新たな夢に向かって突き進むことができたのです。愛の物語。二人は互いに高め合い、支え合い、そして共に成長してきました。その過程で生まれた愛情は二人の絆をより一層深め、結婚という形で結実したのです。二人の未来。これからも二人で新たな夢を叶え、素晴らしい未来を築いていくことでしょう。高橋大輔が疑問の声。羽生結弦のマネージャーとは？高橋大輔が疑問の声。羽生結弦のマネージャーは一体誰なのか？2024年、フィギュアスケート界のレジェンド、羽生結弦選手のマネージャーについて、高橋大輔氏が疑問の声を上げたことが話題となっています。一体、羽生結弦選手のマネージャーは誰なのでしょうか？そして、なぜ高橋大輔氏は疑問を感じたのでしょうか？今回は、羽生結弦選手のマネージャーの謎に迫り、その真相を探ります。羽生結弦選手は2014年ソチオリンピック、2023年平昌オリンピックで金メダルを獲得した日本を代表するフィギュアスケート選手です。彼の華麗な演技と卓越した技術は世界中の人々を魅了し、数々の記録を打ち立ててきました。しかし、そんな羽生結弦選手のマネージャーについてはこれまであまり公表されていませんでした。そのため、高橋大輔氏も一体誰がマネージャーをしているのかと疑問を抱いたようです。実は羽生結弦選手のマネージャーは彼の所属事務所である A プラスの代表役である玲玲氏です。玲玲氏は羽生結弦選手がジュニア時代から彼の活動を支え、その才能を見抜いてきた人物です。玲玲氏は羽生結弦選手のスケートに対する情熱、そして彼の将来の可能性を高く評価し、彼の活動を全面的にサポートしてきました。彼は羽生結弦選手のスケート技術はもちろん、彼のメンタル面についても深く理解し、常に彼の支えとなってきたのです。高橋大輔氏が疑問を感じたのは、羽生結弦選手のマネージャーがこれまであまり表舞台に現れてこなかったからです。しかし玲玲氏は羽生結弦選手が自分のスケートに集中できるよう裏方で活動を支えてきたのです。羽生結弦選手はインタビューなどで玲玲氏には本当に感謝していると語っており、彼のマネージャーである玲玲氏の存在は羽生結弦選手にとって非常に重要なものであることが分かります。
今回の高橋大輔氏の疑問の声によって、羽生結弦選手のマネージャーである鈴鈴氏の存在が改めて注目を集めました。羽生結弦のマネージャー村隆人衝撃告白。羽生結弦のマネージャー村隆人衝撃告白。引退の裏側、そしてあの日の真実。2024年フィギュアスケート界に衝撃が走った羽生結弦の引退。その裏には彼のマネージャーを務めた村隆人の苦悩があった。あの日の出来事、それは羽生結弦がオリンピックで金メダルを獲得した直後、村隆人は彼から衝撃的な告白を聞かされる。羽生結弦は自分がもう限界だと感じていたというのだ。僕はもうこれ以上、体力的にも精神的にも限界だ。でもまだやれることはある。だからもう一回世界に挑戦したい。だけどそのためのサポートはもう無理だ。羽生結弦の言葉に村隆人は言葉を失った。彼は羽生結弦の才能に惚れ込み、彼を支えることを決意した。しかし羽生結弦の言葉は村隆人の心を突き刺した。僕は羽生結弦の才能を引き出すことができなかったのかもしれない。村隆人はそう自問自答を繰り返した。彼は羽生結弦のマネージャーとして彼の才能を開花させるためにあらゆる努力をしてきた。しかし羽生結弦の言葉は彼の努力が全て無駄だったことを意味していた。村隆人は羽生結弦の引退の理由を公表するかどうか迷った。しかし彼は羽生結弦の言葉はフィギュアスケート界にとって重要なメッセージだと考えた。羽生結弦は彼の言葉を通してアスリートの限界について、そして彼らの才能を引き出すことの難しさについて私たちに教えてくれた。彼の引退は私たちにアスリートを支えることの大切さを改めて気づかせてくれた。村隆人は羽生結弦の引退の真相を告白することでフィギュアスケート界の未来に貢献したいと考えている。彼の告白は多くの人の心を揺さぶるだろう。そして羽生結弦の引退はフィギュアスケート界に大きな影響を与えるだろう。羽生結弦はフィギュアスケート界のレジェンドであり、彼の引退は多くのファンにとって大きな悲しみだろう。しかし羽生結弦の引退は同時にフィギュアスケート界にとって新たなショーの始まりでもある。羽生結弦の引退によってフィギュアスケート界は新たなスターの誕生を期待している。羽生結弦の真実、再婚までの物語。羽生結弦の真実、再婚までの物語。フィギュアスケート界のレジェンド羽生結弦、その華麗な演技の裏には想像を絶する努力と苦悩があったことをあなたは知っていますか？2014年ソチオリンピックでの金メダル獲得、2023年平昌オリンピックでの連覇。誰もが憧れる頂点に立った羽生結弦ですが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。幼少期から才能を開花させ、数々の栄光をつかんできた羽生結弦。しかしその輝かしい経歴の裏には、肉体的精神的な負担、そして周囲からの期待によるプレッシャーが常につきまとっていました。特に2014年ソチオリンピック後には怪我による長期離脱を経験。復帰への道のりは険しく、周囲からの期待と自身のプレッシャーとの戦いは想像を絶するものでした。そして2023年平昌オリンピックでの連覇。羽生結弦は再び世界の頂点に立ちました。しかしその代償は大きく、再び怪我に苦しむことになります。2023年平昌オリンピック後、羽生結弦はプロ転向を発表。その決断の裏には、自身の限界を感じたという事実があったのかもしれません。そして2024年7月、羽生結弦は結婚を発表。かねてから交際が噂されていた女性との結婚は多くのファンを驚かせました。しかし羽生結弦の結婚は単なる恋愛結婚ではありません。それは長年の苦悩と葛藤を経て、ようやく見つけた安らぎの場所と言えるでしょう。羽生結弦はこれからもフィギュアスケートを通じて
多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼の生き様は私たちに勇気と希望を与えてくれます。この動画では羽生結弦のこれまで歩んできた道のり、そして再婚に至るまでの物語を貴重な映像やインタビューとともに詳しく解説していきます。